ナタショ、ナタショ、お出かけするじゃん。グーよし、大きい。よいしょ。口をした箱。怖い箱するのも。よいしょ、よいしょ。よいしょ、よいしょ。かわいい。ナタ、口した。はい、どうぞ。かわいい。かわいい。よいしょ。見てこのあっち、このあっち見てくれ、くれー、あー、くちゃいくちゃい。ほら、あんたが臭いって言ってるのさ。絶対言われるから。お母さんと一緒に洗濯しないでって。はい。はい。はい。どうでしょう。いいじゃないですか。また行くよ。お。なんだお。うわ、なんだなんだなんだ。よいしょ。じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。お出かけ。行ってきましょう。はーい。なんかさ、このサイドシート、結構角度あるなって思ったんだけど、調べてみたらさ、45度がいいらしいで。コメント欄でもフラットにした方がいいよってあったけど、これが一番いい角度らしいです。今は45度が安全らしいです。オッケーです。はい、今日はね、ちょっと役所関係とあるところにご褒美で行こうと思います。すごいところ行くみたいな感じ。あんまり期待しないで、はい、行きましょう。プチタチ、車が大好きですね、ななみりちゃんはね。ぷーちゃんもね、ちっちゃい時はね、ちっちゃい時っていうか今もか、車のこの揺れで寝ることができるのよ。似てるね。ターチ君に似たらな、気持ち悪くてゲロゲロになるらしいよ。なあ。ちっちゃい時はすぐ、おえーってなって、車の中よう入ってた。マーライオンだったの？そんな可愛いもんじゃない。三半規管がどっちに似るかだな。うん。頑張りましょう。はいよ。助手席に乗ることができないのでね、プーちゃん。あの、ターチ君とお話、こう、横で並んでできないので。今日は、役所に行くわけですけども、何しに行くかっていうと、ななみりちゃんの1ヶ月の検診のお金がですね、返ってくるらしいんで、それの申請に行くのと、あとね、あの出産祝い金、あの10万円もらえるやつあったやんな、あれって実は妊娠した時に5万円、出産してから5万円で分けてもらえるらしいんだ。日本全国もらえる。そう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 。で、あ、ななみりちゃん生まれて、じゃあ出産祝い金あげますねって言われて、それの申請に行ってきます。はい、はい、僕とななみりちゃんは車の中でお留守番しときます。はい、もう書いたけな、5分ぐらいで終わると思うんだけどね、はい、行ってきましたです。12月の下旬に振り込まれるとのことでした。たちくん、はい、12月の下旬に5万円と、あと1ヶ月検診にかかった3000円が返ってくるということでした。はい、はい、助かるね。年か返っちゃうね。年かが返っちゃうね。ダメダメ。奈々ちゃん貯金にするんだから、ダメよ。じゃあちょっとお買い物に行こうや。お買い物行こう。うん、うん、行きましょう。ぶちだけ、ななたしょ、これがトンネルというやつです。ななたしょ、ちょっと暗いですけどもご了承くださいね。あ、おはようございます。ななたしょ、ぷーちゃん最近ね、このななちゃんのほっぺにハマっているんです。これ見て、これこれもう乗っかってんで、これどっかに、かわいい。ちょっとタイミング悪いですね、トンネルで。全然今日のお出かけとは関係ないんだけどさ、サザエさんさ、声優交代していってるじゃない、この間。そう、伊佐坂先生とかな、花沢さん、声がせ今日ダメだ、なんか滑舌が、声がな、交代していっとるが、そういうさ、私らが知っとったことをさ、当たり前に
ナナちゃんは知らないんだなって思って。タチくんな、伊佐坂先生知らんかったんよ。どれみたいな。あ、どういうこと？うん。あ、そう。声入っとるかな、タチくんの。あ、俺動画撮っておいて聞きたかったっけ？俺ちっちゃかったっけ？入ってなかったかもしれない。まあいいわ。まあいいや。リアルです。これがリアルです。はい。はい。だってさ、タチくんさ、サザエさんとマスオさんが、いとこって知らんだろ。間違えた。サザエさんとタイスケおじさん。タイスケおじさん知らん。やばくない？タイスケおじさん知らんだよ、この人。いや、いいやん。え、タイコさんは知らない。もうやばいって、だけイクラちゃんちを知らんのんよ、この人。イクラちゃんは知ってるけど、イクラちゃんちは知らん。え、イクラちゃんちのお父さんとお母さんだよ。この被告人名やばいね。ナナちゃんが知らんどころか、ターチくんも知らんかったっていう衝撃的な事実が発覚したわ今。最近伊佐坂先生知ってた。いいよ、伊佐坂先生より。たあのイクラちゃんちの方がコアだけ、そっちを知っとってほしいよ。そんな登場シーンあった？うん。え、準レギュラーかな。え、準レギュラーもいいところよ。そう、うん。鳥取県民のソウルスポット、いいよ。久々にやってきました。あまり用がないんで来ないんですけども、やっぱミスドとかね、マクドとかね、その辺をめがけてやってくるわけです、はい、タチくんは多分ね、今日こちらに用があるんじゃないでしょうかね。ワンチャン買ってやろうかなとか思ってると思うんですけども、どうですか？買ってやろうかな、じゃあじゃあ行こうか。うん、はい、行くよ。なっちゃん行きますよ。これ見てください。ハン君ですか、あなたは。なあ、湘南風。ああ、目を閉じ、目は億千の星、一番光るお前がいる。ディンディンディン。ハン君やないかい。じゃあ出かけましょう。行ってきます。はい。落ちましたよ。じゃあこの子と一緒に買いに行ってくるんで、明日のロト6当たること間違いなしですね。今ね、お金が落ちたんで多分無理っすね。お年玉かもしれんな。うまいこと言うな。当てるな、当てるな。今回いいっすよ。最初の数字が2612なんで。何がいい？バラバラだけか。いつも僕買った時な、222とか444とか。帰ろうか。帰ろう。ただいまー。ご飯にしよう。ご飯にしよう。あなたもご飯にしよう。うん。かわいい。お腹すいた。うん。危な。カメラ回してないとこだったわ。回してない、ずっと喋っとった俺。うん、はい、ということでですね、はい、またもすごいいい子なんだけど。こっち見てる。はい、ということで僕たちはまずビリーン。何ですかこれは。うん、後ろなんかポケモンとコラボしてるんかな今。うん、あ、マクドを買ってしまいました。本当はミスドだけだったんだけど、うん、鳥取のイオンでね、ミスド行くまでマック通るんや。誘惑には負けられなかったな。負けるよね。うん、でな、マクドもな、期間限定でさ、いろいろさ、バーガーが新しいのが出てて、うん、今回、うん、なんと、そうなんよ。ふーちゃんたちさ、いつもさ、照り焼きマックとさ、ダブルチーズバーガーしか食べんやん。そう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 。で、今回なんと、ふーちゃんとターチくん。なんと。なんと、ダブルチーズバーガー。なんと、なんと。え、でもタチくんは俺今回ちょっと挑戦しました。タチくんはな、挑戦したんよ、はい、今回な。サムライバーガーの、うん、じゃなくて照り焼きマックバーガー。いつも通りです。いつも通りです。わーい、はい、いただきます。いただきます。うん。うん。まあ、やっぱどうしてもね、子供とかおったらさ、マクドはもう熱々では食べられんわ。うん。うん、寒くも美味しいだけ。うん。
ななみりちゃんも早いことでもう1ヶ月ともう2週間経とうとしとる。うん、早いね。早い。ななみりちゃんとさ、ずっと一緒におるけあんま気づかんけど、写真で見返したら本当に大きくなっとる。うん、動画とかで、うんうん、1ヶ月実家に里帰りしとった時より、うん、年くなった。ああ、うん、全然寝るよな。1ヶ月越したら、うん、てかこれからだんだん寝る時間がなくなってくるらしい。助産師さんにこの間言われたのが、1ヶ月半から2ヶ月の間ぐらいがピークみたいな状態な。あの前までは寝とったけど、その時間はずっと起きとって、でも泣いちゃうとずっと、うん、まさに今それなんよな。今はいい子してますよ。今は飲んだばっかりなんで、うんうん、ちょっと経ったら、え、放置されとるやんってなって泣く。ほうほうほう。の私はのベッドで、うん、ベビーベッドを私側に置いとるんよ、うん、こういうシャ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 って寝かせて、うん、ポンって置いたら、うん、泣くだけ。ベビーベッドで、まあ物は試しだと思って、うん、もう知らんって思って、うん、ブーちゃんの横にもうチョーンって置いたまんま、うん、寝とったらな、朝まで寝たな。うん、なんか寂しいんかなって思って。最近それしとるな、うん、ほんと最近日中ずっと起きとるよな、うん、ほんとで、うん、で構ってくれんとすぐ泣くんですよね、うん、こんな感じでもうある程度ね、なんか泣き方でちょっと分かるようになってきて、うん、寂しいんか、お腹空いてるんか、おむつなんか、まだ暑い寒いとかは分からんけどな、その3つ大体なんか違うよな、うんうん、これは今寂しいんですよね、うん、寂しい、うん、甘え泣きみたいな、うん、なーたんおるよ、ここにおるよ、大丈夫大丈夫。なーたん、かわいいね。あ、なんかデジャブかな、空気。あ、デジャブ。たまにあるよな、デジャブ、うん、デジャブ。うわ、パパとロト6初めて買ったね。いらん思い出だな、うん、これで当たったらね、ななみりさんのおかげです。おうち買ってあげる。おうち買ってあげるよ。イエーイかわいい。かわいい。奥染めしようか。早くないそれ早いでしょ。さあ、食べてお昼寝しようか。そうだな。昼寝も毎日30分するようにね、してます。夜中起きるんで。そう。食べて、3人でお昼寝して、それからお風呂まで家のことしたり。仕事したり。仕事したりしようか。うん。じゃあ僕がこの子全力でね、寝かすんで、今日はこれにて終了しましょうか。ベイベイ。ベイベイ。ベイベイ。